はい、第何回か忘れましたが大会です。よろしくお願いします。本日参加者が5名ということなので、まあ本当はですね、あの人数かける連勝数で最初に突破したやつから勝ちっていう土壌を決めるゲームをやりたかったんですけど、はい、あの残念ながらちょっと時間が時間なんで普通に5人のリーグ戦でやらせてください。で毎回ですね、カード何でもありって言ってきたんですけど、今日は2枚選んでください。2枚選んだカードでやってください。まあ、片方しか使わないも全然 OK です。ただいきなり3枚目のカードとかを新しいのを出さないでくださいね。はい、人が変わってもダメですよ。2枚しか使っちゃダメです。はい、では第1試合、日本選手でいきますんで、第1試合、ニャッキバーサスモゲなんで、早速壁さんマイクお願いします。全然聞いてなかったけど、だからあれだよね、その2カードしか使っちゃダメだよね。じゃあモゲさんは、とりあえず1枚目のカードはセル、ニャッキさん1枚目のカードが悟空ということで、シングルトーナメント始まります。さあ始まりました、第11回ぐらいの、ちょうどら大会です。シングルトーナメント、トーナメントリーグ戦です。さあニャッキ VS、モーゲですが、さあセルの方が断然有利なんでどうなんでしょうか、よく見ていきましょう。さあ立ち回りお互い慎重に攻めているといったところで、お互い、まあ、きっかけがまだない感じですかね。セルの方は近づきたいところ、うまくGスラ固めを読んでいたニャッキさん、調子で返していく。まあ、ホーミング当たって少しすればピンチは、そうですね、あとちょっとでピンチができるぐらいたまります。まあ、ワンパン投げも怖いのでここはきついところですが、弱パンのコンビネーションミスってしまう。強砲一発じゃ多分知らないのかな、どうですかね。昇竜で KO。まあ悟空は結構ねあれがあるんで、あまり固めが効かないところではありますが、そうですね、先ほど食らったのですぐ強砲ミグで隙を消していきました。もげせるもげる。さあお互いホーミングさせたいんですかね、武キャンで攻めるという感じではなく、なんかチャンスを見てからホーミングで攻めていくって感じになってますね。ホーミングから、調子をぶっ破してもげさん返していきます。アクションゲージがない、お互いなくなりますね。ここ投げが当たって超過を選択、なぜか下に落ちました。カメハメハが3ヒットになります。インタラプターで応戦配置、あー超質も出ず、ニャキさんの勝利。これでわかるだろう。無駄な戦いはよせ。さあ後がなくなりましたモゲさんですが、同じセルをこすってきましたので、まあ今後ね、もう1カード猶予は残されています。だ最初に2キャラ使ったら、なんて言うんだろうな、もうその2キャラこの大会では確定になってしまうので、使えるカードがね、変態ミスってしまう。まあでもね、あの演題の最後の方は当てなくても、まあぶっちゃけって感じなんで、何か引っ掛けることさえできればといったところで、引っ掛けても倒せなかったモーゲさん頑張って。ここは悟空がホーミング弱砲させた場面に死んでしまいますといったところで、一番最悪なパターンでモーゲさん倒されてしまいます。ホーミング昇竜でゲージが溜まるのを見越してホーミングを打ったニャキさん、さすがですね。ここからアクションゲージがないので大したコンボは入らず、まあ一応あのチョードラ勢の、言い訳が結構多いんですけど、今日モゲさんの言い訳としては、肩こりから来る頭痛がひどいということなので、まあ、それをね、考慮して見ていきましょう。連続武器入って謎コンボでしたが大ダメージ、さすが連続武キャン次期日本代表と言われるぐらいのモゲさんでしたが、豆後ろ僕後ろといったところで連続武キャンで固めていく、刺さって、さあモゲさん取っていく。ファイナルラウンドですね。
そう、チェルはあのオリキョの固め結構強いのでバンバン使っていきたいんですが、まあ結構ね難しいようで、エンダー狙ってアクションゲージが減っていくので遠くへ逃げました。気合砲届かず、まあ、見た感じモケさん弾きが出てないのでちょっと調子は悪そうです。遠大からいいヒットコース行きましたね。フォーミングで追い打ち、危険な位置ですね。悟空のワンパン投げ、ただお互いワンゲージあるのでまだ分かりません。悟空はフォーミング刺さったら勝ちです。何か引っかかっても勝つ。遠大で逃げることはできるが、ここは使わず、建物も邪魔してくれず、ニャキさんのストレート勝ち。はい、次は3番4番なんでプリンさん対壁さん、よろしくお願いします。さあ1枚目、プリンさんのカードは18号ですね。さあ5回しか使えない。さあ大丈夫ですかね、試合回数全部ご飯は使えないですね、これで壁さんは。はい、もう選んだんでカード使えなくなったらもうダメです。強制的に残り1枚で戦ってもらうことになるので、なるほど、狙ってきましたね。なかなか面白いことをしてくる、まあ、更新すればもちろんありです。だ別のカード名になったらダメです。はい、それでは第2試合壁対プリンス、よろしくお願いします。ファイト、ファーストアタック取っていくのはプリンス、プリンス18号ですね。さあクソゲート化してきた、今日はこのテンションなのか壁ご飯。さあ開幕一発目からミスることなくミスった、長年の付き合いでミスった瞬間だけやっぱりこう狙ってましたね、プリンスさんも偉い。とはいえ最強キャラブキャンから8割ノーゲージ最強ですね。さあ基本的には全キャラできる行動でもあるっちゃあるんですが、やれる人が1人か2人しかいない。さあファーストダックも取っていって、ああまあシリスもついてるからご飯ちゃんのあれは、まあ、そうですね、そんなに問題にはならなそうですね。さあクリリンというご飯といういろいろこの技がついている壁、当然とはいえ狙うのは基本的には連続武キャンからのハメ殺しというところですが、周期してさあ絶対に連続武キャンだけは食らいたくないというはずなんですが、意外と危ない距離にいるぞプリンス、誘っているのか。フォーミングでとりあえずペースを掴んでいきたいところだったが逆に刈られてしまう。さあ基本コンボ分は基本的にはある程度減りますんで、ご飯もとはいえって感じですね。さあもう許さないぞと、さあ画面が重たい、とんでもない破壊力と連打。さあ1個目を取っていくのは壁ご飯。さああと4回しか使えないご飯をどこで切っていくのか。もちろんキャラかぶり OK ですから別のご飯を使うというのもありです。一向に構いません、ウェルカムです。あ、道義系しか。そうですね、今日壁さんはね、糞の色、惑星なんとかのなんとかの糞の色のあの道義を着ています。シャツですね、後で写真がアップされるんじゃないでしょうか。さあプリンスさんは代名詞と言われるベジータのところは出さずに、今回は18号と遠大セル。さあ壁さんが悩みながら選んだもう1枚のカードは、さあ間違えたと言いつつ壁イズゴッド、まだ使ってないんでセーフですね。さあ壁山宏信、クリリンですね。さあ三弱と言われてきたキャラクターのうち2つで今回は戦っていくようです。まあまあもちろん基本的には738につくような組み合わせなんですけれども、まあ、チョードラというゲームは単純なキャラパワーだけではないのでやってくれることでしょう。ラウンド1、意外にプリンスさん7000万あんだな、焦る強いな。ファーストで取ってくるのは壁クリリン。さあオルスですよとしっかり煽るのを忘れずに投げて、セットプレイは壁際だとクリリンはやれないが、黙って逃げたプリンスさん、どうした、大丈夫、レバー握ってるみたいですね。レバーはちゃんと逃げてるみたいです。さあ建物があったのでうまくフルコンボにはいかなかったか。さあ巻いて押し出して、さあこのライフポイントだともうクリリンなるか関係ない。さああっという間に終わってしまうのか。さあ狙いは良かったがセルの羽でした。さあ狙撃たなかったのか、あ撃てなかったのか、エンドライブはなしで。さあプリンさんやや動きは硬いか、これは球が力
近かった、むしろ半額になってしまった。さあちょっと不思議なルートをたどるが、エンダイブでスパキャンはなし。さあゲージを温存して強本命が一発でやれるしということなんでしょうが、さあどうですかね、このクリリン一応一発当てるのも結構大変なんですが、ここは当たっていく。やはり1対1の一度のプレイではなかなか精細を欠くんでしょうか。さあ読んでいた太陽剣ではなく起源連山。さあカメハメハ、さあだいぶセル側がやりづらそうですね。もう12年間ぐらいこのクリリンとも付き合ってるはず。さあ太陽ではなくここは起源連山、ダメージを取りに行っている。セットプレイがやはり通用しないということなんでしょうか。さあ弾がうまいこと消した、これはプリンさんお見事、なかなかいいタイミングでしたね。ちょっと遠いかなと思ったんですけど、あー太陽が当たってしまって、これはさあワンパン入れてからの投げでぴったり、入れてなかったら届かなかったですね。勝ったのは壁クリリン、おめでとうございます。ナイスナイス。続いての試合ですが、1番対5番なので私とロツロスさんですね。はい、じゃあ壁さんお願いします。さあ続いてロスさん対ニャッキの、対戦ですね。今、スパキャンを継承した感じですかね。アマストからスパキャンに変えて、これ同じ色でどっちがピッコロか分かりづらいのでは。さあカメラではアクションゲージがなかったので狙えず、強連脚からのコンボでダメージを取っていきます。ワンピンチョじゃまだ倒せない、これでは、これでワンピンチョで倒せますね。さあピンチョで KO していく、これが悟空だ。さあ続いてゲージ有利はピッコロですが、ファーストアタックから悟空がピンチョからの超過ですね。気合砲が鬼強くなります。まあ隙はちょっとでかいのでどんどん攻めていけば大丈夫です。ピッコロ拾えず、マコホ微妙に短かったですね。インタラプター、悟空はここからジャスト失敗、一応ジャストが成功するとゲージも、多くもらえるのでジャストは死毒ですね。さあここはかなりピンチですね。遠距離でも処られてしまうのか、ホーミング一発でも刺さったらかなり危ないところ、危ないところではないが、さあ拾って悟空の勝利。マジで俺のご飯があと5回しかないのにビビってたんですけどまだあと4回か、あと4回しか使えない。でもあ、そっか、これ連勝できねえんだこれダメだ。ただぶっちゃけご飯ってノーカードでも大して変わんないんで、別にノーカードでもいいのでは。あ、ダメなるほど、ノーカードご飯も却下と。さあお互い同じカードですね、まあ、何使ってもいいので。今回ね少し制限で、使えるカード、まあ、使えるカードが2枚までということなので、今のところ2枚全部手の内さらしたのは壁だけですね。あ、違う、プリンサムだ、うんま弱。さあここでジャンプが当たらず、バックダッシュジャックからスパキャン継承したがスパキャンコンボではない。あ、スパキャンのためのカメハメハないのでコンボには組み込みは魔装だけですね。持っててよかった、緑の豆。あと回復を許しました。さあここから勝てば先頭の有用度が上がりますが、まあ難なく倒していきますねうるせえやつがいるなさあピーチョ当たって、あ、カス当たりですが、ここなんか追撃できそうでしたが難しくで長いな。気合い砲、気合い砲、気合入りすぎでは。あれはねスキルツリーの技っぽいですよね、毎回思うけど。スキル、あのスキルツリーのスキルツリーっぽくない技っていっぱいあるんで。あ、ジャンプキャスターだって、これワンチャン倒せますね。亀がなくても結界で。さあ今度はロスさんが取っていきます。これ1-1ですね。
に徹しきれんところだ。あー、2枚目のカードはニャッキさん。これ俺すごい不利なのでは。ご飯かっこ少ないとクリリンしかいないんですけど、かなり不利なのでは。さあセルでニャッキさんが、戦いますね。これ確かにロスさんが先ほどアマストを外したので、武キャンに対する対抗策がないというところで、セル、この武キャン攻めに対して結界か弱パンぐらいしかないんですね、ぶっちゃけね。なので、まあ、私は結構前から提唱してきましたが、ピッコロアマスト最強説、逆にね、アマストないとセルに対してどんどん攻められちゃうので、かなり立ち回り難しくなると思いますが、さあここはセルが取っていく。やっぱりセルのブキャンっていうのがちょっとね、鋭すぎて下にも上にも鋭いんですよね。なので近距離持ち込まれた場合かなり難しいです。めちゃ難しいです。さあここはどうなる。まあ見てる側としてはどう返すんだピッコロというところにはなってきます。さあホーミングで差し込んでいく。ジャンプ強から、あーなんだブキャン鋭すぎでは。ここでね、ジャンプ強が当たらない限り実際ね、ダメージ的にならないので、セルは、まあ、ジャンプ弱は捨ててもいいでしょうね、食らってもいいと。これ拾いたいが、相手がそういえば重力級、組み合わせ最悪か。さあ、セルが取っていきましたので、ニャキさんの勝利ですね。やるじゃないか、ここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。これでもニャキさんないんですけど、試合中に継承するのはありなんですか。あーなるほど、まあ一応ダメと。はい、じゃあ続いてはモゲプリンスですね、お願いします。さあプリンスさんは18号か白いセルしか今大会使えませんので、よろしくどうぞ。モゲさんはセル、このセルかあと1枚猶予は一応ありますね。まあ出ないまでもあります。あー確かにちょっと自信がないんですかね。あーなんか、あー体痛そうにしてる。あーアピールしてる。こっち側に座んなきゃよかった。だいぶモゲさんには煽りを入れていきましょう。ちょっとね、体の調子悪いみたいなんで、モゲさん全力が出し切れないかもしれないんですが、なんでだってセルなんでね、18号にはちょっとね相性いいはずなんですよね。コンボルト、そうですね、軽量級に対してコンボがいっぱいある。そこは門なのでカベラレにならず、中央だけカベラレにならないんですね。見えない壁があります。さあプリンさんはフレックスで攻めていきますが、さあスパキャンはせず上で待ちます。アクションゲージが足りないが、横に回って今できる最大ダメージコンボ、ホーミング刺されば勝ちで、そうですね、あとは削り惜しみなく使っていきます。プリンさん削りで KO。 さあプリンさんマッチポイントはホーミングがなぜか当たらず、スパキャンエンダイブ、かなり強いですね今の。さあアクションゲージで消えたところ見逃さず、うまくいけば壁あられ狙えますが、安定したコンボルートに行きますプリンス V。 ワンチャンスでこれ18号は倒せますね。さあジャッジの方を振っていくモゲセル、あれがライジングであれば勝ってた世界戦がどこかに存在します。アクションゲージが先に消えるのは18号、ただまあ18号1セット取ってるんでね、まあここはしょうがないと。はい、いいなんかセルの動き硬いですよ。俺さっきも強ミグル攻めてましたけど、ああミラーですね。開幕強砲実は強いんかなっていう感じで振っていきます。さあどこ見てんだいと、あの技なんか強いんかな。強ホーミングならず、カメラでならず、さあお互いジャンプ攻撃で引っ掛ける。実は18号逆ホーミングゲージが3ゲージあるのでライジングが入っていればもう試合は終了していますが、プリンスは優しさのあまり試合はまだ続行。
ここでもライジングサンを使っていれば KO していたところですが、言わないでおきますと言ってしまいましたが、削りで KO になるか、削れない、削れませんでした。恐る恐る近づいて、あそこはセルはアクションゲージが相手が切れるので止めてもよかったんですが、あーっと上から降ってきたものにやられてしまう。あーちょっとダメでしたね。これキャラ替えあるんじゃないですか、モゲさん。モゲさん深呼吸よ、深呼吸。あーやばい、セルをこすってくる。逆にプリンスさんは勝ったんですが、セルをこすってきますね。セルゲームですね。ちなみに最近壁さんはですね、自分の動画を編集していて、俺のセル多いなってことで今日ちょっとセル使わないように動いてます。そしたら3人使ってるセル。さあセルゲームですね。セルゲームで、白いセルがプリンスさんです。さあブキャン戦を制したのはプリンスセル。吸収をミスったため、強ヘルニードルが出ました。嫌な位置固まって、カメラで狙いますね。そうですね、方向転換して強ホミング投げを入れていく。さすが、今のはいいですね。今で置き攻め、あブキャン刺さって、ホーミングが刺さったが何もなかったんですが、その後のホーミングで KO していきます。さあホーミング弱砲停止ですかね、開幕弱砲停止ですか、あれ強砲ですか。さあとにかくエンダイブが当たって大ダメージ、ヤクザみたいな瞬間移動から2コンボキル狙っていきます。なんとコンビネーションで省エネ KO、 黄色い文字が出てプリンさんの勝利ですね。さあゲージ的にはお互いもうほぼ一緒です。固まって、さあお見合い状態強かったのはプリンス V、 思い切りがいいのはプリンス V ですね。さあいいコンボルートいきました。エンダイブから、エンダイブじゃない、瞬間移動から、もう一回瞬間移動、さすがに3度目はなく、もう一回していく、あと拾われて、これはエンダイブ使っていく。プリンスさんの似たてですねこれ。あ、似たてですね。やるじゃないか、ここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。はい、じゃあ続いて4番対5番だから壁さん対ロスドスさんです。お願いします。ちなみに過去2回ですね、のところで勝っているキルさんに関しては本日は0回戦負けでございます。はい、会場には来れなかったということで。さあご飯があと4回しか使えないという回数制限付きなんで、まあここはクリリンを先に切ってきたっていう格好。さあピッコロ対クリリンも基本的にいいカード気味ではあるんですけれども、ちょっとこのクリリンは特殊なので捕まえることはできるかどうか。ラウンド1、さあバーサーダック取ってくるのがいきなり惜しい格好だが距離が遠すぎたので一旦魔刀砲で閉じて、さあまずは投げて置き攻めが弾が、さあ微妙そうに見えるこの置き攻め、なぜかねターンを取っていくしかないんですね。こうやってクリリンは超火力コンボをしようとすると、その超火力コンボを当てた後に致命的な隙ができてしまうが、弾がいい仕事した。さあこれぐらいのライフであれば太陽拳を一発当てるだけでも、さあこんな感じ、ここからこすれば、あーギリギリ届かないクリリンの悲しいところ、しかしこの弾があって、さあロスロスさんがこのクリリンあまり慣れていないか、うまく捉えることができません。ラウンツ、さあピッコロがなかなかこう見慣れないカラーで特徴あるんですが、マカンゴサッパー当たっている。さあ一撃力は間違いなくピッコロ側に有利。ここでは太陽ではなく炎連山、さあこの横に飛び込む技ですね、ちょっとお名前は転身かな、転身がねうまく捉えられないとこのクリリンを捕まえるのは相当難しい。でかい球で、さあ似たような魔装という技をピッコロ側も持っているんですが、そのルートを通らないピッコロはいないはずなので基本あるんですが、あまりロスさんはそれを使うようなシーンはないですね。さあうまく邪魔してくれて魔法で卵と滑稽して、さあリスクリターンなんですよね、魔候補消せるんですがヒット、コンボが最後までいった、一本取り返してくるオスピッコロ。
まあ、後方でね消せるんですけど、もしガードされてたらすぐさまジャコミ刺されちゃうっていうところがあるんで、さあファーストアタックうまく取れてゲージがいっぱいだぞ。いっけーいっけーと邪魔をして、さあこの希望波が2つ出るところも強いところ、自分にねすごい優秀なところですね。クリーザーといいクリリンといい、さあコパコパでちゃんと割り込んで、魔候補珍しい当たり方をした。さあちょっと低いか、どうだ、入った大妖剣。さあもう一回出したから置き攻め、あと2回ほどやらないといけない。これは入るか。さあ銀連山太陽まではせずに、さあ飛び込んでタイムアップでも構わないと言わんばかりの動き。さあうまいことタイミング着地をずらしたが、魔人撤回が優秀だった。さあガードでも死んでしまうぞ。さあ差し込んでクリリンがまずは取っていく。まあ、やっぱり大変そうですね。さあ壁さん対プリロスロスさん、次のカード組み合わせは同じ、はい、いいんですよ壁さん他のカード使ったってさあ同じカードで始まりましたラウンド1。さあ今度はダッシュ、ジャンキョルには当たらず、さあファーストアタックを気候派で取っていく。置き攻めまではいかないが珍しい格好。さあ転身のところにたまたまジャックが当たった。さあこれ入っていっけーと。さあインタラプターがなかなかねクリリンに刺さりそうで刺さんないんですよね。さあちょっと珍しいルートで置き攻めいって、あっと壁際のとこなんで魔法砲あたりでやられたいとこでしたが刺さらず。さあこのね木が邪魔なんですよね、ちょっとずつタイミングがずれたりするんで。さあパーハハと魔人結界に対しても残り続けるこの拡散素晴らしい。さあ玉がまた活躍しげて太陽剣殺しきれはできないんですが、もう次の置き詰め食らっちゃうと。さあじゃあこう差し込んでリーチをかけるカルクリリン、ラウンド2。さあインタラプター、これはさせます、それはさせます。ああいうシーンですね、いいところのポイントは。ちょっと遠距離だとなかなか強でしか打てないんでね、継承のインタラプターは難しいところですが、刺さるんであればいい。あーい長い腕が長いさあちょっと引っかかるだけでもグリリン側からしたら大惨事、あっという間にこのライフで大予見。さあここから見せてくれるのか、おっと怪しかったぞ今、なんかやろうとしてますね。さあまさか連続武剣をクリリンでもやるのか。さあ失敗しているぞ、木が邪魔だ。さあおもなし魔眼光殺法を出そうとしてマッシュが出てしまったが、むしろ良かったのか、走り切るのか13。さあしっかり回していた。さあここは読み合い強ホーミングでしっかり取っていく壁クリリン。あわやらあれのまま達成かと思いましたが、その後のケアも良かったですね。ロスさんもしっかり回してて良かったですね。次の試合第6試合は1番対3番なんで私とプリンさんですね。いやーなんかね大会先月やったんですけど、なんか緊張しますねやっぱり、ちょっと集中して。いやなんて言ったってまあ個人的にですが、ここでロスさんが優勝した場合ですね、2大会連続ピッコロが優勝なんてことになってはならないので、かなり集中しました。ね、ピッコロ S キャラ認定しなきゃなんなくなっちゃうんで。さあプリンスさんは18号ですね、ニャッキさんはなんと悟空。ただねニャッキさんのセルもオメガなので、18号が出てきた場合確かにこの悟空の方が戦いやすそうではあります。このまあ2キャラ2カード設定、あぶっちゃけちょっと面白い、なんで俺5回のご飯にしちゃったんだろう。残数があるんでねこのゲームは。さあ投げが当たって豆を持ってますが、プリンスさんが狙って拾えない。あーここはさすがに豆が無駄になってますね。豆の意味はもう最初からないんですけどね、なんかあるかのようあるかのように言ってますけど。さあライジング先頭より意味がなかったんですが、もう一回打てますんでね、ここからもうライジング行って
ヒット数が多いんですが、壁あられ狙いますよ。今日は届くか、届いていく。あ、黄色い文字が出ました。すごいですね。なるほど、いやプリンスでしたね。いやでもまさかね、インフィニティホールドでどっか行っちゃうとは、ドライブスルーするとは思わなかったんで。さあセル同士になりました。なんかどっかでも見たな。あ、本当ですか、すごい。あ、すごい。今この YouTube8 人同時視聴なんですが、あのジャスティンの方の同時接続で160人ぐらい見てるそうですよ。すごいですね。前回あのね、モゲさんの決勝戦で言った300人見てますが、あながち嘘じゃなくなってきた。さあここは倒しきれない、ないがって感じです。ないがって感じですね。さあ取られてしまう。開幕当たって両方でもカメラでならないとこですね。今のは謎なとこです。お、うまいですね今の。ジャック今日エンダイブ入れて、まだオメガにはなりませんね。あすげえところに瞬間移動しました。あとこれ当たる、え、吸収ですか。今倒しきれたルートあったような感じしますけど、まあでもね、バリアがあったんでそういうことですよね。ただオメガで逆転食らうんで、あーなんということだ。あ、ぶっちゃけね、バリア使わせた方が良かったんじゃないか説ありますんで、よろしくお願いします。あれプリンスさん、あと1回あるんじゃないですか。違う、勘違いしちゃダメです。1-1です今。あー変えましたね、さすがにね。セルで手応えなかったんで、これあれですからね、あのオメガに対してホーミングつかみが鬼刺さるはずなんで、相性はこっちの方がいいんですけど、コンボは18号の方が相手はやりやすいので悩ましいとこなんですよね。さあこれありますよ、1-1での最終戦。開幕取っていく、ホーミングが止められて、セルはアクションゲージがなくても今日強岩から謎コンボがいきます、いきます。さあプリンスさんがサベッジでゲージを使っていく。あ、コンボできない、でもいいですよダメージ。あーそこではオメガになりますが、さあ、あー掴むのはさすがに予測していて、あーこれは、あー倒されるか、ヒット数が多いので少し大丈夫。3回ホーミング掴みすれば勝てます。おっとライジング使っていく、ワンチャンあります、ワンチャンあります。インフィニティホールドで KO していく、素晴らしいですね。いいっすねこれ。今向こう側にロスさんがいるんで、もしかしたらロスさんがプレイしてる説ありますが、プリスさんですかちゃんと。さあここはヤキさん壁はなぜかならず、今のはギリギリライジングのゲージ溜まりましたが、まあ難しいところですね。やっぱり18号ライジング使った方が強いですね、圧倒的に強い。あーラヌ方向へフレックス、拾えるか、拾ってオメガになる前にダメージを与えました。2回捕まえることで勝てます。なぜか出ない、もう1回、なんとプリンスさんの勝利。マジです、本当にプリンスさんですか。あ、プリンスさん。ガッツポーズだ。さあ続いてはモゲ壁ですね、お願いします。マジでまさかまさかなんだけど、失礼しちゃうぜ。さあ現在2連勝中の壁くん、私も2連勝中で優勝候補でしたが、今負けてしまったので、これ壁くんが勝つとなるとグッと優勝近づいてくるんですが、ラウンド1。さあモギも比較的このクリリンは苦手とするところだが、さあケンザン全てのエネルギー弾を貫通していく、しっかり弾いて、ちょっと緊張和らいできたか、動きが先ほどより柔軟な気がします。セットプレーはクリリン変わらず。
さあ冷静に見て浮き上がりましたが、おっとよく見てからやテールニードルちゃんと落ち切りましたね。さあ投げかと思ったんですが、しっかり今度は一回外してから投げてきて、カメハメハ固めて、さあちょっと気まずいお見合いから壁やられになったのを投げて一本取っていくは壁クリリン。ラムズ、さあちょっと怖いのか弾きが出てしまって、そこを差し込まれ太陽剣ラッシュジャックをもう一度決めてセットプレイ。さあ今度はどうなるか、表しっかり見ている。さあではアーマーストライクのセレモダッシュジャックが非常に怖いんですが、あそんなことは随分と見慣れてきている壁クリリン冷静に処理。さあ当たってるのを見てから素晴らしい速度。さあモゲセルがややや、 やはり苦しい、なかなかタッチすることができない。これで死ぬことはないんですが、次でもう終わってしまうぞモゲセルが。さあ削りも見えてきたというところでパーフェクトで、このゲームパーフェクト難しいんですけどね。勝って喜んでいるのは壁クリリン。先ほどと同じカードの組み合わせで今度は捕まえることができるか、モディセルファーストダクトのクリリン。ただ地味にね、ここのもうゲージを取られ始めるところからがやっぱりポイントではあるので、なんとかうまいことこのクリリンのですね転身先、要は横に移動するところを読んでおくとかっていう格好だと結構当たったりしてくれるんですけどね。まあなかなか取られるのは難しいです。さあ弱々の部分勝ち合っていって、今度は太陽剣ではなく、ここはダメージを取りに行きます。さあこれですね、転身自体はもう離れ、さあ珍しくそこでもミスが出てしまう。壁洗いになってアクションゲージないが、うまく、いやさあゲージを払っても死なないという判断だったか、ここは残していきました。出なかった可能性もありますが、さあお互い触れば殺せるようなライフ状況、嫌なクオリアがうまく着地。さあ投げがこうやって動いたところで弱パン弱パンと、さあ王手をかける壁ワンツ。さあちょっと高い距離だったので連続武器の方には移行せず、さあ上方向から見下ろす格好でモゲが、さあちょっと私が咳払いしている間にいつの間にかモゲが差し込まれて、おっと今危ない画像が見えましたが、連続武器で終わらせてやるという嘘だろこのタイミングでやってくるのかいという、そんなシーンも見られましたが、思い直していただきたいようですね。さあ実際実戦で連続武器を決めていくには相当大変なことがありますが、太陽剣を持っていれば簡単に、いやここは移行せずダメージで勝ちに来てますね。さあ一矢報いることができるかモゲセル、セルなら全然ここからあります。一発当たるだけだったんですがひっくり返って、さあ3勝目を挙げる壁、第8試合は3番対5番なんでプリンさん対ロスロスさんお願いします。まあ、改めて言うんですが、今ジャスティンの方の配信で世界中160人が視聴してます。やばいですよどっちも緊張してください、世界中から見守ってます。ラウンド1ファイト。さあ開幕はピッコロが取っていきましたが、さあこれですね、これ良かったですね。前ジャンプジャック引っかかった場合大ダメージコンボになります。拾えず、逆にプリンさんが拾って、拾えない、お互いまだ拾えてませんね。やはり先ほどのね、緊張しちゃう言葉言っちゃったからでしょうか。もう負けだよ。素晴らしいコンボを期待してますよ世界中で。大丈夫ですか、カメラにならず。もうなんかちょっと会場が静かになっている気がしますが、頑張ってください。まあ、プリンさんね、技出れば勝てるといつも自分でも言ってますんで、今日出てますね。さあお互いまだまだ大ダメージのコモ、そうここでさあ割り込みでマーカンコサポが入っていく。ゲージ状況お互いいいですね。あ、これ食らっていく、ちょっと状況が見えませんでしたが、ピッコロ優位は変わらず、ホーミングに何も仕込んでおらず、得意の CPU 投げでしたが、ロスさんは CPU ではないため食らいませんでした。さあここはどうでしょう、
今日は届かないんですね。しょうがないですが、あーここはさすがに草むらに飛び込んで死亡。さあ開幕お互い飛び道具ですが、今日ホミングヒット、ピッコロ前ジャンプジャック判定長いですね。あれライジンが当たって、ここはダッシュ Q で行く、ダッシュ Q で行くんであれば狭いのでインフィニティホールドが良かったんですが、あのままねコンボつなげてもあのダッシュ Q をやった上での壁近くなのでダメなんですが、何かが起きてますね。何かが起きている、何かが起きています。いろいろあとさあ、ここはなかなか、さあ言ったところでインタラがうまく刺さってロスさんの勝利。緊張しちゃってますか。さあここでプリンスさんは悩んで悩んで負けちゃったんで、セルに頼ろうとするのか。あ、その通りですね。ちょっと18号うまくなってたけど勝てなかったのでセル頼むぞといったところでしょう。多分プリンスさんは今18号とセルに信頼を置いているので、どっちかがダメだった場合、どっちかこれね、2台看板、うん、確かに大体まずベジータ出せやって話なんで。さあセルに切り替えて、これ負けた場合プリンスさんもう負けになりますんで、勝った場合はどっち出すんでしょうかね。まあ、セルでね、このまま18号出ないでいくんですけどね、エンダイブは出ない、両方で家に壁あれをして、んーと、まあ、コンボつないでそこまで行くとつながらないか。ただもう体力が少ないといったところで、あーっとすり抜けてしまう。エンダイブで逃げる、上から多分岩を出す、あ、瞬間移動ですね。岩出しても届かないっていうネタを言おうとしたんですが、さすがに分かっています。ヘルニードルを最速でヘルニードルを最速ですごい技だ。なんと腕をジャンプジャクで切り返していきます。もっとインタラプター、お互いインタラプター、お前だけの技じゃないんだよと、どっちが言ってるのかは知りませんが、お、折り強で拾ったんですが、その後当たると思っていなかったため続いて何も出ず、ロスさん冷静に投げを決めていきます。プリンスさんはとにかくホーミングから円台を決めたくてしょうがない。ホーミングから円台を決めたくてしょうがない。岩井を守ってくれ、ここは相打ちじゃない、相打ちじゃない。でも拾えず、たまらず円台で逃げるが、ロスさん降りていた。さあプリンスはここ遠距離ちょっと行くんでしょうか。高いところにまず登ります。岩ですね。そうですね、時間見れないで有名なジープリンスさん、大丈夫ですか、体力負けれますけど。さあここヘルニ最速ですね。あっと返せない球じゃないんだよとロスさん切り返していきます。開幕強ホーミングが変わらず、そこからつなぐと思っていた思考をちょっと見てみたいんですが、さあ強ホーミングから、さあどうでしょう、インタラプター。プリンスさん狙いたかったですが、アクションゲージがなかったですね。アクションゲージ常に真っ赤の男プリンス V、 壁られが近かったんですが、ひよって攻めは しませんでした。はい、ここ確認のジャッジ、あとまだヘルニーに絶対の信頼を置いているプリンスさんのヘルニードルから、あっと相打ち KO。 まあでもこっちはエンダイブだったんだよね。今は通じにはね。さあ YouTube のコメントは動いてませんね。ゼロ回戦負けという謎のピッコロからの言葉しかないですね。もうちょっといいコンボしてくれたら日本のコメントも来るんじゃないですか。あれ、これはどうなんですかね。キャラ選択としては外野からしてみたら外れなんですね。これなんて、だって負けた方のキャラをファイナルに持ってくる、これどういうことなんですかね。じゃあさっき変えなきゃよかったんじゃねえか説もあるんですが、セルに変えて勝ったんでそのままセルでいけばいいんじゃねえかって思うんですが、
やっぱり最後は18号で締めたい、それしか説明がつかないですね。負けた18号でプリンスは挑んでいきます。さあロスさん勢いづいてます。よく見るとロスさんがチャンピオン表記になってますので、相打ちになった場合プリンスさんが負けちゃうんですね。これあんまりないですけど、あの距離でフレックスやばいです。距離感が分かんなくなってきた。あーっと裏から強砲当てられてロスさんリーチです。マッシュコンボ決めて、マソーで置き攻め。さあこのジャンプ強が刺さるとなるとロスさんのペースに飲まれていきます。黄色い文字が出そうでしたがここは食らってしまって、そうですね、あー絶望のタイムアウトじゃなくて何でした、カットインでしたね。今ロスさんの勝利ですね。お知らせです。あと2試合なんですけれども、次の本来の試合の私と壁くんの試合が、あの壁くんの事実上の優勝決定戦になってしまうので次の試合を先に消化したいと思います。はい、というわけで、次のナンバーは、もげさん対ロスロスさん。ロスロスさんちょっと連戦でごめんなさいですけれども、はい、これまでですね、もげさんは、全て2立てで3連敗という形ですね。申し訳にくいんですがここで勝たないことにはちょっとドベが決定してしまうかなというところ。まあ、対してロスロスさんはなんだかんだ負けてるけど1セーブ取ったりはしてるんですよね。うん、さあ順番、足取りが重たい、すでに疲労でフラフラ。到着したのは21時を回ってからの時間でした。もげさん、ただ続いてロスさんの連戦になりますが、ロスさん対もげですね。さあモゲさんここ頑張ってほしいですね。今のところ勝ち星なしロスさんに対して、さあ勝ちに乗っているロスさんに対してモゲさんいけるんでしょうか。マコホでジャックで止めますが、セルの位置でも強みを生かせず、逆にピッコロもその位置強いのでスパキャンコンボが入れづらかったですね今のは。さあ一人で勝手に投げを発動してましたが、マコホじゃなくてマカコサッポをしっかり決めている。あー余すとなしのダッシュジャックに拾われてしまうモゲさん。マジン結界強ホーミング停止ができず、さあなんてことだ、モゲさんがコンボができてない。ジャンプ強ガードを固める。あー結界に当たってマークオホインタラプターはさすがに読んでいるが円台出ず岩を引き上げてしまいました。違う岩が残ってます。あとここは返されてしまいます。なので前ジャンプジャック嫌ですね。ホーミングに何も出ず巨大物がミリ、しかしセルだったらここから逆転できます。ジャッジさすがにここは取れました。イーブンになりました。今キョホミング当てられてキョホミング返し、そんな技はありませんが、これねピッコロのジャンプ強に対してセルもアマストで返しづらいので、まあ、お互いアマストないようなもん。しかしアマストないようなもんなんですが、セルが攻めてる時もねだいぶねセルの方が有利なんですが、エンダイブが今日なぜか出ません。ちなみにエンダイブは全技の中でもコマンドちょっと簡単な方なので出やすいんですが出てません。拾ってこれ待っていきますよ。エンダイブ今度出て、さあモゲさん一戦取っていきます。今は通信よね。さあやっぱり同じキャラですね。まあ、実際先ほどねニャッキさんとも言っていたんですが、アマストがないピッコロに対してエンダイセル、個人的にはガチ有利なはずなんですね。なんですが先ほどからエンダイが出てないモゲさん、ここでも出ない。エンダイは置いてきちまったんだ。インタラプター
横移動が少ないピッコロにはありな技ですね。ジャンプ強当たってまあそうから強パンだったので魔候補で手一杯折り強出ずピッコロに固められてしまいますが、エンダイガルボでそうですね、冷静にエンダイボを入れていきます。一回ロスターを少し読んで後ろに下がったんですが、まあ、モグさん冷静に見てましたね。エンダイブいいですね、ダメージ取っていきます。岩に突っ込んでしまう、いい距離取ってますピッコロ。さあジャンプ強はガードしてれば怖くないと、モグさん冷静にガードしてますね、らしさが出てます。しかし距離をうまく掴んでるのはピッコロ、スパキャンコンボ決めて大ダメージ、まだまだゲージはピッコロ側にあります。強ホーミング当ててジャンプ強が当たったら、死にますね。さあうまいことコンボできればさすがに KO していく。モゲさんコンボですね、当たっていく、一応セル版のモゲさんコンボです。ここではゲージが足りずピッコロの距離投げを入れていく、まあ、これは必要経費といったところか。これ見てるとねプリンさんと私は瞬間移動あったら詰められるのになーって思っちゃいますよね。さあエンダイブ決めてミリ残ってます、読んでいる、暴れていきます。さあさすがにここは射撃で KO、 これイーブンですかね。もっと私を楽しませてくれ。はい違います、モグさん2回ですか。見てたのに忘れました。はい、壁くんの試合数が、今のところ全部2立てで来てるんで、はい、で私が、まあ、ラウンド取られちゃってるんですけれども勝ち数の部分が同じになれば直対の結果になるので、まあ、シンプルに私が勝てば多分私の優勝、私が負ければ壁くん優勝、そんな感じです。よくわかんない、俺が勝てばいいな。まあそうですね、シンプルに優勝決定戦、これはい、わかりました。勝ち星並んだらね、うん、直対の結果でいいんじゃないですか。体持ってくれで出てきました。これ結構ねキャラダイヤ的には終わってますけどね。キャラダイヤ終わってますけどね、これね大丈夫なんですかね。あねキャラダイヤとかねもうあんま関係ない領域にもう来ちゃってますから。ワンチャンあれば勝てるを体現してるキャラなんで頑張ってほしいところ。さあいきなりダッシュジャック当たってさあどうする、吸収していく、アクションゲージを取っていく、松丸重視して強方停止が出てきてピン距離からお折り強が、あーダッシュジャックが強い、あまりにも強い、とうとうカレアラリーはできなかったが円半ですかね、攻撃力が 25% 上がってるんですけど守備力が落ちてると、ユートルマにニャキセルがラウンド取っていく。さあね、ちょっとファーストアタックなんかもね気になりますけど、さあ5番側がファーストアタック取ってさあ相手より上を取ってる状態で連続剣やってみろよと言ってますね。まあ、実際5番側は連続武器当てたいんで相手より上行きたいんですけど、対戦相手視点だともうジャン逃げしていればとりあえず大丈夫みたいなとこあるんで、さあこれがどうなるかっていう、ハイジャンプ強の固めでしたね。さあオメガになっちゃって、これはもう動き回り続けるしかないですね、これはね。しかし蹴らない、なんていう、これはこれで保証ダメージが高い、ヒット数が多いので、あこれは大ダメージいくんですか、いきますね、これ両方ワンタッチですね。両方ワンタッチですよ、これはどうするんですか、あさあ時間いっぱい逃げ切ったけどダメでした、逃げ切れませんでした、コンマ1秒ですか、コンマ01ですか、これすごいっすね。執念勝ちです、執念勝ちですね。
さあ負けた壁くん側が何を出してくるのか。あれこれはレギュレーション違反だ。これはレギュレーションが違反されていく。さあさっきのご飯といいこのクリリンといい特殊な訓練を受けてますので、あ、次回から土下座をすれば3枚目が使えるというルールが今提案されたので使わせてくださいと。さあこの組み合わせ、この組み合わせも結構終わってる印象ありますね。プレイヤーが強いだけみたいなところはありますが、さあではいきなりワンコンボがでかくて、ただクリリンがちょっとちっちゃくて拾いきれなかったけど、フォローのコンボはしっかりできる。ゲージを吸収してちょっとじりじりしたちょっとじりじりした弾きの読み合いですね。さあホーミングが当たってコーファー避けて、あーゲージがなかった。さっき値千金の吸収だったというわけ。あーこれはこれは始まったか、スーパードラゴンボール Z が始まんなかった。オメガになっちゃったらちょっときついかもしれないですね。インカラで逃げて、おーこれ今多分他のキャラだったら当たってないですね。さあお互いファーストアタックを取って、おーなんか出てますな。壁やられじゃなくて対応権選択、おっとおっとここはダメージ重視。さあ配置カメハメハじゃねえや、追撃カメハメハが追いかけてきて、立ち回りが不自由だ。ゲージを取っていく、まあそうですね、対応権使われたくないですよね。おっとジャンプキルをいっぱいしたけど拾いきれない、相手がちっちゃいからですかね。おスイッチガード確定のコンディション、これちょっとおスーパードラゴンボール Z が始まっていく、始まったこのセットがブルースイレーになるのか。インテルの打ち合いはね結構クリリン側もね全然できるんでね。おっとここで太陽拳が当たって、おお補正切りの投げ、ちょっともうちょっとそろそろねオメガがね出ちゃうんでね、やばいですね。おっとアクションゲージじゃないので痛いコンボではないんだが痛いコンボだこれはどうしたもん、あ死んじゃったというわけで優勝はニャキさんですか、おめでとうございますですか、どうなんですか。あ、なんか言ってますね壁くんが、言い訳がましいこと。まあねみんなそう言うよね、俺も今日元気だったら優勝してるからね言っとくけど、じゃあ改めまして今の試合の結果をお伝えします。まあ予想通りなんですが、ニャッキさんが勝ち数3の負け数1で取得が7の喪失3で4点なんですね。で壁さんも同じく勝ち数3の負け数1で取得が6の喪失2なので同じく4なんですよ。なのでここは直対の結果で、まあ、ニャッキさんの方が強かったんでニャッキさんの優勝という格好になります。はい、改めてお伝えしていきましょう。今回5人リーグですけれども、決着としては5位ロスロスさん、4位モゲさん、3位プリンスさん、2位が壁さんで1位がニャキさんでした。ありがとうございます。じゃあ優勝者の一言お願いします。まあセル使えばこんなもんでしょうなんかセル使っても勝ってないやついたみたいだけど、まあセル使えばこうですかね、はい